ユージーです。いきなりですが、皆さんは、豆戦車。という生き物を、知っていますか？生き物じゃないけど、知ってるわよ。なるほど。ではそんな霊夢のために簡単に説明しようか。耳が腐ってんのか。豆戦車っていうのは、第二次大戦期までの車両が多くカテゴライズされていた、軽戦車、中戦車、重戦車という、大まかな枠組みの中で、その軽戦車よりも小型、軽量、軽装備な戦車のことを指します。有名どころだとガルパンとかに出てきたカルロベローチェとかよね。そうそう、今回はそんな世界最小とされる豆戦車が、どれほどのサイズなのかを知るべく、歴史的な乗り物で遊びながら科学技術の変遷や物理学を学べるオンラインシミュレーター、オーサンダーを使って、有名な車両たちと大きさを比べてみようと思います。サイズ感はしっかりしているはず。そして、今回比較に使用する豆戦車は、イタリアの L333CC、20mm の対戦車ライフルを搭載したこのゲーム唯一の豆戦車です。解釈次第では世界最小の戦車はゴリアテだとか、さらに小さい豆戦車もあると思いますが、このゲームには実装されておりませんので、どうかご容赦ください。それでは早速、見ていくわよ。まずはこちら。我らがチハタン。でかい、相対的にでかい。豆戦車が小さすぎてチハでさえ大きく感じる。チハも結構小ぶりなイメージの車両だからね。それでもこのサイズ感、目の錯覚かと一瞬疑ってしまうわ。このアングルだと豆戦車が完全に隠れちゃうね。もはや戦車の中に隠れれそうなサイズ感。それでは次行ってみよう。はい、次の車両はこちら、アメリカの中戦車、M4 シャーマン。今回はその中でも M4A376 で比べます。でかい、なんというかさっきより重厚感がある。シャーマンは車高もかなり高いからね、豆戦車が 2.5 両分くらいありそう。豆戦車に興味を示すシャーマン。このちっこいのなんだ？豆ちゃん。こんな小さくて可愛く見える車両でも 20mm の対戦車ライフルがついてるので、触れ合う際は注意してください。うお？ついに来たか。でかい、そしてかっこいい。はい、お次はこちら、ドイツの重戦車、ヒーガー H1 です。ヒーガーといえば第二次大戦中、最も有名な戦車といっても過言ではないわ。そうだね、そんなティガーと比べると、もうその名の通り豆粒みたいに小さく見えるね。履帯のサイズ感や厚みからして違いすぎる。ティガーの履帯めっちゃ強そうに見えるな。
次の車両はこちら。アメリカの主力戦車、M1A2 エイブラムスだね。現代の MBT といえばこれかなって。エイブラムスもかなり大きな車両だからね。というか現代戦車ってこんなに大型化してたんだなって。戦車に詳しくないから、重量が近しいティガーより少し大きいくらいなものかと思ってたけど、そんな日ではなかったわね。これだけ大きいといよいよ豆戦車の前後も履帯の高さくらいに見えるね。確かに。それにエイブラムスの砲塔は豆戦車の2倍くらいのサイズありそう。こうやって見ると砲身が爪楊枝みたいに細く感じるわね。実際に見ると 20mm の対戦車ライフルだから大きく見えるんだろうけど、さすがに 120mm の戦車砲と比べると爪楊枝に見えてくるわね。さて、最後に世界最大の戦車と比較してみます。お、これはどうなるか。おーもうすでにおかしいこのサイズ。この遠近法を駆使してもなお大きく感じるそのデザイン。これが世界最大の戦車か。はい、最後に比較する車両はこちら。ドイツの超重戦車、マウスです。でかいと言ったらこれしかない。うわぁ、履帯の幅と厚みがエグすぎる。もはや笑いが込み上げてくるサイズ感。マウスはデカすぎるし豆戦車は小さすぎる。履帯の幅が豆戦車と同じくらいなのがおかしい。なんなら豆戦車の履帯の幅はマウスの方針より細いんじゃないかしら。確かにそれくらい小さな履帯だね。いやー、これでも両方戦車なのだから、本当にピンからキリまでいろんな種類のものがあるんだなぁと。もちろん様々な運用に応じて生まれた戦車なんだろうけど、それらを並べた時にこのレベルでサイズ差があるというのは、なんだか面白いね。さて、それでは今回はこの辺で終わりましょうか。そうね、ってなんか画面ではロープが引っ掛けられてるけど、あれ豆ちゃん、引っ張られてる？あー、これはマウスに引きずり回されてるね。豆ちゃーん。まあ豆戦車くんには頑張ってもらうとして、今回はこの辺で締めます。アスタラビスター。